皆さんこんにちは、チックの翻訳と演出の小山優奈です。ドイツで、大ヒットした作品なので、かなり幅広い世代の方に楽しんでいただける作品になっているっていうことと、14歳という大人とも呼べない、子どもとも呼べないっていう、この浮遊する、年齢の、ひと夏の物語ということなので、たくさんの人に共感いただけるポイントがあるんじゃないかなっていうふうに思っています。14歳の子たちがメインで出てくる作品なんですけれども、もともとの小説自体が、その作家が、ちょっと病気にかかってしまって亡くなるっていうことが分かって、そこからじゃあ自分が短編として持っていた作品を長編に引き伸ばして、ちゃんと作品を書こうって言って書いたものなので、単なるその青春物語っていうだけにとどまらない、生と死とか、もうちょっとこう深い部分とか、痛みとか、そういったものに触れていく作品なので、今回あえてその大人の 10代ではない、大人の方が演じるんですけれども、14歳を篠山さん、江本さん、あと土井さん、女の子ももう一人出てきてで演じるっていうのも、こう舞台ならではの楽しい部分かなと思うのと、あとはその旅をずっとしていくんですけども、これもかなり長い距離を子どもたちが旅していくんですけど、それをその一つの舞台の空間でいろいろ想像しながら楽しんで見ることができるっていう、これがポイントかなっていうふうに思っています。それでは劇場でお待ちしております。